メンフィスベルは、1990年製作の、イギリス映画、マイケル・ケイトン・ジョーンズ監督。第二次世界大戦中、イギリスに駐留し、ドイツに対する昼間爆撃を任務としていた、アメリカ第八空軍所属の爆撃機 B-17F、F 愛称メンフィスベルの若き乗組員たちを描いた作品。1943年、イギリスのアメリカ軍基地。 メンフィスベルは B-17 の中で24回出撃して唯一無傷だった。25回目の飛行が終われば皆英雄として故郷に帰れる。出撃前、アイルランド出身の無戦士ダニーがウィリアム・バトラー・イエッツの死を朗読する。広報大佐はクルー10人を戦意公用に使おうと画策する。そんな中、メンフィスベルゴーラのクルーたちに25回目の出撃命令が下る。 目的は、ブレーメンの飛行機工場の爆撃だ。容赦ない攻撃で遊軍機が次々と落ちていく中、上空に達したが煙幕で目標が見えない。悩んだ末、操縦士のデニスは、煙幕が晴れるまで危険な白昼の旋回を続けることを決意。ドイツ空軍の戦闘機による激しい攻撃の中、ようやく煙幕が晴れ、任務は完了した。しかし、基地への木とダニーが、 敵機の銃弾を受け、重傷を負う。落下山をつけて落とし、ドイツの民間人に救助してもらうことを主張する、爆撃手のバルに対して、みんなは一緒に帰還することを選ぶ。エンジン損傷など、様々な困難を乗り越えたメンフィスベルが、基地に姿を現すが、カターンしか出ていない。プロデューサーのキャサリン・ワイラーは、同じく、メンフィスベルをテーマとした1944年の、 ドキュメンタリー映画の監督ウィリアム・ワイラーの娘である。B-17F41 から24,485号機、メンフィスベルト、乗組員本映画でメンフィスベルトして使用された B-17 は、イギリスのダックスフォード帝国戦争博物館に展示されている B-17G、サリービーであった。そのため、 本来の B-17F 型には装備されない、機種株の機銃座を取り外して撮影している。撮影には他に2機の B-17G が使用された。ありがとうございます。